無限に広がる大宇宙、静寂な光に満ちた世界、死んでいく星もあれば生まれてくる星もある。そうだ、宇宙は生きているのだ。我々の太陽を含む大銀河系もまた生命に満ち溢れているのだ。しかし我々の地球は今その最後の終末の時を迎えようとしていた。海は蒸発し尽くし、地上の全生命は死滅した。人類はわずかにその生存権を地下に求めて細々と生き延びているのだった。その地球を嘲笑いながら冷酷に見ている目が宇宙にある。我が銀河系を隔たること14万8000光年、大マゼラン群の太陽系三座、その第8番惑星ガミラスこそ今地球を滅亡に追いやろうとしている悪魔の星なのだ。さらば地球よ、旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ、運命背負い今飛び立つ。必ずここへ帰ってくると、手を振る人に笑顔で答え、離れイスカンダルへ、はるばる望む宇宙戦艦ヤマト。さらば地球よ、愛する人よ、宇宙戦艦ヤマト。救う使命を帯びて戦う男、燃えるロマン。誰かがこれをやらねばならぬ、痛いの人が俺たちならば。銀河を離れイスカンダルへ、はるばる望む宇宙戦艦ヤマト。
撤退しよう。艦長、逃げるんですか。このままでは自滅するだけだ。撤退する。進路反転180度。古代、わしに続け。僕は嫌です。ここで撤退したら死んでいった者に顔向けできません。いいか古代、ここで今全滅してしまっては地球を守るために戦う者がいなくなってしまうんだ。明日のために今日の屈辱に耐えるんだ。それが男だ。沖田さん、男だったら戦って戦い抜いて一つでも多くの敵をやっつけて死ぬべきじゃないんですか。古代、分かってくれ。進路変更、ようそろー。180度回転完了。艦長、古代の船がついてきません。うまい。沖田さん、僕はどうしても逃げる気になりません。見逃してください。お元気で地球のことをよろしくお願いします。死ぬなよ古代。ダメだ、もう今は防げない。我々にはあの優勢爆弾を防ぐ力はない。あれが我々の母なる地球の姿だとはな。時に西暦2199年、地球は今最後の時を迎えようとしていた。21世紀の初め以来、宇宙侵略を着々と進めてきた謎の宇宙艦隊はついに太陽系へその魔の手を伸ばし、地球に対して優勢爆弾による無差別攻撃を加え続けているのだ。地球人は地下都市を築き必死に生き延びたが、地球防衛軍の懸命の努力にもかかわらず、謎の宇宙艦隊は圧倒的に強力であり、地球人の絶滅か奴隷化を要求して情け容赦のない攻撃を繰り返してきた。次第に戦力を失っていく地球防衛軍にとって最後の頼みは地球防衛艦隊であったが、強大な謎の宇宙艦隊の攻撃の前に今や地球防衛艦隊は壊滅しようとしているのだ。優勢爆弾による放射能の汚染は地球の表面はもとより地下をも着実に侵し始めていたのである。もはや地球に健康な土地はなくなった。人類はただその絶滅の時を待つだけだろうか。明日への希望はないのだろうか。人類の期待を一身に集めた襟抜きの地球防衛軍兵士は、それぞれの思いを胸に秘めながら沖田艦長の待ち受ける大和へ行進していく。戦闘隊長古代進、航海長島大輔、工場長真田志郎、機関長徳川彦左衛門、そして森幸がいた。一方、ガミラスはヤマトの発進を阻止するべく超大型ミサイルを発射してきたのだ。超大型ミサイル地球到達まで600秒。あと10分しかないぞ。ヤマトはまだ始動しないのか。まだ連絡が入りません。エネルギー 120%。 シマ、補助エンジンスタート。はい、補助エンジンスタート。エンジン出力100、200、
300、600、1200、2000、2500、2900、3000、波動エンジン回路接続。修正右一度上下角3度目標ヤマトの軸線に乗りました。発射発射。宇宙戦艦ヤマトは立ち上がった。超大型ミサイルの黒煙の中からその姿を現したヤマトはイスカンダルを目指し14万8000光年の旅に立った。第二宇宙飛行に切り替えろ。はい。
地球があんなに小さくなっていくわ。痛ましくて見ておれん。救えるんだろうか、あの地球が。当たり前だ、絶対に救うんだ。パレードで見送ってくれた人々の叫びをお前は忘れたのか。ディスラスト、冥王星前線基地から入電しました。ヤマトが月から火星へワープした。何かの間違いだろう。冥王星前線基地のシェルスが一部始終を見たそうです。おお、だがその程度のことができなくてイスカンダルまで行けると思っているのか。かわいいやつだ。翼を出せ。浮上してガミナス基地を攻撃する。前方に爆発確認。前人未踏の旅に挑むヤマトは、ワープ、波動砲、テストを行いつつ、ガミラスの挑戦を跳ねのけてきた。そして今、冥王星前線基地をも葬り去ろうとしていた。どうしたのだ、ガン。反射衛星砲が爆発してしまいました。そんな、バカな。洪水が押し寄せてきます。脱出しないと危険です。デスラス跡、冥王星前線基地が全滅しました。全滅だと？ああ、シルスよ、ガンツ。かろうじて艦隊と共に脱出しましたが。脱出？ああ。戦闘を放棄したのだな。もってのほかだ、ガミラス星の帰還は許さん。戦って死ねと伝え。はあ。古代。はい。これからわしは我がふるさとに別れを告げるぞ。さようなら。艦長。古代、お前もさよならを言わんか。はい。さようなら。さようなら。必ず帰ってくるからな。達者で暮らしていろよ。さようなら。さようなら。さようなら。ヤマトは母なる太陽圏を離脱した。さようなら父よ、母よ、そして恋人よ。再び笑顔で語り合う日が訪れるのだろうか。神ならぬ身の知る由もなし。さらば地球よ、さらば太陽よ。
海洋圏を離脱したヤマト。しかしヤマトを待ち受けていたのはガミラスの絶対防衛線であった。背後から金属腐食ガスで攻め立てタイロを立ち、前方に立ちふさがる赤色巨星アルファの巨大な溶鉱炉へヤマトを叩き込もうというのだ。島、無理だ。船の速度が速すぎる。それなら速度を落とせよ。ダメだ。アルファ製の引力圏に引き込まれるぞ。お題。はい。波動砲で撃て。え？火を撃つんですか？波動砲で？苦笑は増した。はい。波動砲でコロナを撃ちます。ターゲットスコープオープン。電影クロスゲージ明度20。目標速度40宇宙ノット。波形粒子出力上昇。発射10秒前、対ショック、対先行防御。5、4、3、2、1、0、発射。ガミラスの絶対防衛線を突破したヤマトはイスカンダルへの中間点を通過してきた。ヤマトを侮っていたデスラー総統もさすがに焦りの色を隠し得ず、ガミラス切手の名将と謳われる太陽系方面司令長官ドメルを派遣した。そしてドメルは雌雄を決するべくヤマトに向かって反対決戦の挑戦状を送った。その艦長に通、そろそろお互いに雌雄を決する時が来たようだ。諸君がイスカンダルへ行こうとするのと同じように我々は地球を欲している。もしどうしてもイスカンダルへ行こうというのであれば、諸君は我が軍を正面から打ち破る必要がある。本日より7日のうち七色星団において艦隊戦力の決戦を申し入れる。太陽系方面作戦司令長官ドメル、大和艦長殿。挑戦を受ける。一度は通らなければならない我々の試練なのだ。必ず勝ってイスカンダルへたどり着かなければならない。
太陽系方面司令長官ドメルは直ちに宇宙の各戦線から腕利きの司令官を招集した。第一空母隊長ゲットー、第二空母隊長バーガー、第三空母隊長クロイツ、戦闘空母隊長ハイデルンの面々であった。諸君、いよいよガミラスの命運をかけてヤマトと戦う時が来た。我々は全てをここにいるドメル将軍以下の勇敢なる戦士諸君の双剣に委ね、諸君の凱旋を待っている。存分に戦ってきてほしい。全艦直ちに発進せよ。敵戦闘機発見、総員戦闘配備。ブラックタイガー出撃。ドメル艦隊はブラックタイガーの出陣を見届けると、その隙を狙って一気にヤマトを撃破すべく、瞬間物体移送装置によって予想もしない宇宙空間から身の毛もよだす攻撃を仕掛けてきた。戦闘隊長、早く戻ってください。ヤマトが想像もしない空間からの攻撃を受けているんです。第一方向、第一アーチ、第二方向損傷。もうヤマトを攻めたら尽きた。ドメル艦隊接近してきます。ヤマトは完全に沈黙しました。ヤマトよくやった、褒めてやるぞ。今やヤマトは偶然の灯火であった。だが万が一にも活路を見出すべく、真田とアナライザーの必死の作業が続いていた。ドリルミサイルはまだか。波動砲は使えんのか。こいつだ、分かったぞ。こいつを逆転にセットすればいいんだ。よし、逆転成功。引き上げろ。これは艦隊が全滅した。もたえるなゲン、ただ勝負がついたわけではないぞ。ドメルの滅びる時はヤマトも滅びる時だ。自爆装置をいつでも入れられるようにしとけ。自爆装置、セットカウントは30秒。これが私の最後の決め手だよゲール君。ドメルの船は自爆するつもりだ。艦艇部の乗組員は上部へ避難せよ。急げ。宇宙最強のドメル艦隊を打ち破ったヤマトは、その余勢を買ってガミラス本勢を撃破し、一路イスカンダルを目指した。
ヤマトの諸君。ヤマトの諸君、艦長沖田。我々はついにイスカンダルへ来た。見たまえ、今諸君の目の前にイスカンダルがある。この機会に艦長として一言だけ諸君に申し上げたい。ありがとう。以上だ。ヤマトの皆さんを歓迎します。皆さんにはイスカンダル製のマザータウンの海へ降りていただきます。着陸を誘導しますので操縦装置を私の指示に合わせてください。前人未到の14万8000光年の旅を続けてきたヤマトは無事イスカンダルへ到達した。そしてそこにはもう一つの素晴らしい出来事が待っていた。冥王星海戦で戦死したはずの古代マモルがスターシアに救われ手厚い看護を受けていた。進むじゃないか。兄さん、進む。生きていたんだね、兄さん。兄さん。いつしかスターシアにはマモルへの愛が生まれていた。スターシアさん、黙って入ってきてごめんなさい。いいのよ、スターシアさん。あなた、古代マモルさんを愛してらっしゃいますね。一方、ヤマトの出航時間は刻々と迫っていた。そして今、スターシアは一人イスカンダルへ残るべく、ヤマトの乗組員に別れを告げて艦内から立ち去ろうとしていた。しかし、マモルもスターシアを心から愛していた。スターシア、兄さん。すまん、許してくれ。兄さん、元気でね。頑張れよ、進む。さようなら。地球へ向けて出発。かくて放射能除去装置を受け取ったヤマトはワープにワープを重ねて一路地球を目指した。しかしガミラス星の最後から生き残ったデスラー総統はヤマトの前に立ちふさがり、放射能ガスをヤマトの艦内へ充満させ、艦長代理の古代を絶体絶命のピンチに追い込んだ。おい、ユキ、何をするんだ。だって機械室を中心に放射能が充満してくるのよ。これを使うわ。ユキ、やめろ。ユキ、やめろ。まだテストもしてないんだぞ。今すればいいじゃありませんか。ユキ、ユキ、ガスだ。
逃げるなら今だ。でも古代君が、古代君が死んじゃう。スイッチ、 AZ のメインボタンをセットしたら起動プラズマの振幅をプラスになるまで確認するんだ。分かったな。プラス25、プラズマ起動、回転開始、セット、マイナス3度、起動。やった、放射のガスが消えたぞ。成功だ。ユキだが、古代の命と引き換えに森ユキは死んだ。初めて会った時のことを覚えてるかい？地球防衛軍の司令部で会った時から、僕は君が他人に思えなかった。ヤマトへ一緒に乗り込めたらなって思っていたんだ。その君に対する僕の気持ちは、自分で気づかぬうちにどんどん大きくなっていった。でも、ヤマトの使命を考えると、僕にはそれが言えなかった。イスカンダルで兄さんがスターシアさんと残った時に、僕ははっきり分かったんだ。人間の一生に一番大事なことは愛だ。それがあるから全て生まれるんだって。だから、地球に無事着いたら言おう。いや、きっと言う。君が好きだということを、自分の気持ちを伝えよう。それなのに。地球だ。地球だ！地球が見えてきたぞ！なんじゃと？地球は？見に行こうぜ！地球が見えてきたぞ！本当か？俺たちも一目見ようぜ！展望していけ！その頃、艦長室では。佐藤先生、わしをしばらく一人にしてはくれまいか。佐渡先生、ありがとう。地球を前にして湧き立つ展望室をよそに、沖田艦長は今使命を果たし終えて、静かに永遠の眠りにつこうとしていた。地球か、何もかも皆懐かしい。宇宙戦艦ヤマト艦長沖田十三は死んだ。古代進む、そして沖田の魂を受け継いで奇跡的によみがえった森行を乗せて、ヤマトは往復296,000光年の旅に終わりを告げようとしていた。
の子が振っていた真っ赤なスカーフ、誰のためだと思っているか、誰のためでもいいじゃないか、みんなその気でいればいい。旅立つ男の胸にから真っ赤なスカーフ、きっとその日も迎えておくれ、今ははるばる宇宙の果て、夢を見るのも星の中、旅する男の瞳はロマンをいつでも映したい、ララ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 、真っ赤なスカーフ。